新種獣物多めは、日よけル目、ツパイい目、猿目を束ねる、系統群。新種獣物多めは、グリレス多めと合わせて、新種月和目をなしとされるが、新種月和目内の目の系統関係は2013年、現在曖昧なままである。特にツパイ目の位置づけの決定は2017年現在でも、難しい。ツパイ目が、霊長目や日よけル目の姉妹群となる。 研究成果がある一方、クリレス類の姉妹群とする成果や、新種月の羽目で最も祖先的だとする成果もあり、後者二つのいずれかが正しいとすれば、新種獣多めという系統は否定されることになる。新種獣多めという用語が最初に一般的な科学研究論文に現れたのは1999年のことで、この時に分子生物学的証拠から、 形態学的な分類であるある自ジジクからコウモリ目を除いて新種獣多めが成立した。細胞核の主要な DNA 配列解析が新種重仮説を裏付け、レトロトランスポゾンの有無のデータは明らかに新種獣多めを証明する一方、ミトコンドリア配列は異なる系統樹を描く。分子時計に基づいた仮説では新種獣多めは 約8800万年前の白亜紀に現れて、スパイメと霊長系類のグループに8620万年前に分岐し、霊長系類は霊長類と日よけざる類に7960万年に分岐した。ありがとうございます。